はい、こんにちは、レトスノーノです。9月15日の3問に入る前に、本日は過去の合格者からのアドバイスをお伝えいたします。そして今から合格者からのメールをそのまま、えー、転記したものを、えー、読まさせていただくんですけれども、で実際この方は、えー、過去に落ちたことがある方なんですね。まあ、読んでいただくと内容はわかると思います。あ、落ちてるんだな。一回は落ちてるんだなってことがわかっていただけると思います。まあ、それを踏まえてですね、聞いていただければと思います。合否を分けるのは、 これからのあなたの勉強のやる気次第試験日から合格発表までのあの不安な気持ち合格点を知った時のあの悔しい気持ちもう一度思い出してみてくださいあと1点たった1点この差が天と地の分かれ道になります1点のためにまた卓球の勉強をしなくてはならないのですこの1点の重みを知っていただきたいです落ちる人は模試を解いて間違えた問題について模試の解説を読んで 解き直して解けたら OK これで終わりにするから合格できないんです私が昨年行った市販の模試の使い方をお伝えしますよかったら参考にしてください一つ模試を解いて解けない問題を見つけたらその問題と同じ分野の過去問10年分を使って復習するということです関連問題を行うことで関連ポイントを頭に入れたりきちんと理解できているかを確認することが目的です これを繰り返せば、ほぼ間違えなないようになってきます。このように模試を使って弱点を発見し苦手項目の克服をして得点アップしていきましょうただ今の時期から過去問10年分を行っていくには時間的に厳しいという方もいると思いますそういう方にはレトスの模試をおすすめします市販の模試とは異なり関連ポイントや理解の仕方まで解説されているので短期間で実力を上げることが可能です 最高の模試を使えば使い方次第で本試験まで最適な教材になります残り1ヶ月悔いのないように頑張っていきましょう、まあ、これは合格者からいただいたメールをそのまま転記した内容になります最後の方は弊社の模試の感想となっているんですけれどもこの方も言っている通り弊社の予想模試は関連ポイントや理解の仕方まで解説しているんですねなので短期間で実力を上げるこれを目的として作成しております残り1ヶ月で実力を上げたい 最後のラストスパートをかけたいという方はぜひレトスの予想模試をご活用ください弊社の予想模試はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからお申し込みいただけますそれでは本日の3問に入っていきますえ賃借人は将来発生するだろう資金返還請求権について第三者 A のために試験を設定した第三者 A は賃借人との試験設定契約書を持って 他の第三者 B に対抗すするることとがでできる丸かかという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えはこれ×ですね敷金返還請求権、まあ、これ債権なんですけどもこれに試験を設定した場合第三者に対する対抗要件っていうのは確定日付のある証書で賃借人から賃貸人への試験設定の通知または 賃貸人の承諾が必要ですこれは債権譲渡の規定と同じ内容ですね。なので、今回の問題で言うと、単に試験設定契約書、これ持ってますよっていうだけでは、第三者に対して対抗することができないっていう話なんですね。だから誤りです。ちなみに、資金の預かり証の引き渡しを受けたとしても、第三者に対抗することできませんので。 この点もちゃんと頭に入れておきましょう。この問題をちゃんと理解するためにはまず問題文をちゃんと理解することまたルールをちゃんと理解することこの2つが重要なんですねこれぐらいが卓球試験の普通レベルになってきますのできちんと理解しましょう 個別指導では動画で具体例を使って解説させていただいておりますなので個別指導の受講師さんはそちらの動画をご覧いただければと思います具体例っていうのは理解学習の肝になってきますのでできるだけ具体例を使いながら頭に入れていきましょうで問い2ですね宅地建物取引業の事務所で契約を締結を行うことなく及び契約の申し込みを受けることがない場合専任の取引士を置く必要はない丸かツかという問題です え答えは×ですね。これ、宅建業者のこれ事務所なので、事務所には5人に1人の割合で、えー、取引士、専任の取引士を置かなければなりません。で、案内所の場合と、これごっちゃにしないでくださいね。案内所の場合だと、契約の締結を行わない、かつ、契約の申し込みも受けないという場合は、専任の取引士、置く必要はありません。よって、今回は宅建業者の事務所なので、 契約を行うか行わないか、また契約の申し込みを受けるか受けないか、関係なく1000人の取引し、従業員5名に1人の割合で置く必要がありますので、誤りだということです。では問いさんです。宅地造成等工事規制区域内において、宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4メートルの擁壁の設置にかかる工事については、 精霊で定める資格を有する者の設計によらなければならない。丸か罰かという問題です。で、答えは、これ誤りですね。4メートルの擁壁の設置であれば、精、ま、霊、あ、で定める資格を有する者の設計によらなくても大丈夫です。下記2つについては、一定の資格を有する者が設計しなければなりません。5メートルを超える擁壁の設置。 切り土または森道する土地の面積が1500平米を超える土地における排水施設の設置。これらについては一定の有資格者による設計が必要となります。では、この一定の有資格者って誰なのかというと、例えば土木家とか建築家の大学を卒業して土木や建築の技術職として2年以上の実務経験があるものなどを指します。建築士とかもこれに当たります。 また、高さ5メートルの溶壁というと、2階部分に相当するぐらいの高さなので、それなりに高い壁ですよね。これ崩れたら危ないので、一定の有資格者による設計が必要だということになります。そして、今販売している予想模試の解説の中身をえ少しお見せしたいと思います。あなたがお持ちの予想模試の解説、市販の予想模試や予備校の予想模試の解説と、ぜひ見比べてみてください。何が違うのか またどうしたらこれから合格を目指すことができるのか、そこまでお話ししておりますので、左上の動画からぜひ内容をご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。